今日は最強かつ無敵のモビルスーツダブルゼータガンダムのすごいところを3つほど紹介するのだ。その1、最強。実は身長ゼータとたった1センチ差でマック2より軽いモビルスーツ、さらにはかすっただけでも撃破できる化け物武器を装備した最高に搭載小型軽量耐火力可変モビルスーツというのが本当の姿なのだ。その2、大連邦。圧倒的火力と性能で戦力差を覆せるダブルゼータは大連邦として完璧。でも完成前にキターンズが壊滅して連邦が味方になったので戦力差覆す必要がなくなってしまったのだ。その3、伝説。ネオジオンが攻めてきたので戦いは継続。ダブルゼータは頑張ったけど実際は政治で決着ついてるし、連邦的にはただの敵をなぜか助けようとして勝手に苦しんで、君何やってんの状態。これからはテロの時代なので君よりジェガン複数の方がいいし、住民元消し飛ばしそうな武器持ってる君はもういらな。欲しいならあげるのだ。というわけでダブルゼータガンダムは外宇宙移民者と英雄受動を守り続けた伝説のガンダムとなったのだ。